Alright, chat, we're here. It's been a while, but how long has it been since the last Sword Art Online DLC? So I did the, the last DLC. I'm just looking through my YouTube channel here because I posted the whole playthrough. Konnichiwa. Forget me not. November 6th? Not bad. Only been 4 months. But we're only getting this is the only free DLC this time. So. Not bad. I'm not complaining, I'm just glad to I get to play more of this game. No achievements added, right? Yep, still got the one left for beating the level 400s. This dude's skating out here. Apparently it's a huge update, they added a ton of stuff, like weapon sets, a new character. They did a collab with the mobile game for some reason. Wait, what did that say? I'll proceed alone. I gotta disband my team. Party set was limited.早速で悪いが、南帝国領内にあるイールン神殿跡へ向かってほしいのじゃ。イールン神殿跡？確か観光地で有名な場所だよな。何があったんだ？うむ、実は神殿跡の近隣で奇妙な噂が立っていての。どんな噂だ？多くの者たちが巨大な人影を見たと言っておる。そしてその人影と関係があるかは不明じゃが、付近で何人もが行方不明になっておるようなのじゃ。わかった、その調査をしてくればいいんだな。まあ待て、キリト。調査にはアスナと共に向かってもらう。アスナと？巨大な人影を見た者たち。そして行方不明になったと言われる者たちのすべてが男女二人連れの旅行者。つまりイールン神殿跡は恋人の丘とも呼ばれていて、カップルに人気の場所だとも聞いた。つまりそこを訪れるのはカップルばかりだから、当然目撃者やって話じゃないのか。うむ、わしも最初はそう思っておった。実はお前をここへ呼ぶ前に何人かを単独で調査へ向かわせたのじゃが、全員何
の成果も得られなくてな。なるほど、事情は分かったけど。何か問題があるかな。もしもこれが未知の魔獣か、ダークテリトリーの先行体によるものなら、まだアンダーワールドの文化に慣れていないアスナを危険な目に遭わせたくないんだ。ハム、もっともじゃな。では万が一の時のために召喚結晶を持って行くがよい。もうわずかしかないゆえ、本当に危険な状況でのみ使うようにな。ありがとう、これがあれば安心だよ。そうだな。よし、アスナはどこにと。あ、やっぱりここにいたか。キリト君、戻ってたんだ。カーディナルに呼ばれたんだ。ということは何か急ぎの任務？ああ、それでちょっとアスナに相談があるんだけど。私に？どういうわけで、場合によっては危険な任務なんだ。キリト君。ん？私、キリト君を助けたくてアンダーワールドに来たんだよ。どんな危険があってもキリト君に一緒に来てくれって言われたら。あ、そうか、ありがとう。そうと決まれば旅の準備をしないとね。ちなみにイールン神殿跡ってどういうところ？いや、俺もカップルに人気の観光地ってことぐらいしか知らないんだ。あの、お二人でイールン神殿跡へ行かれるんですか？ディーゼさん、その場所に詳しいの？多少は。アンダーワールドに住む女子には有名な場所ですし、よかったら簡単に教えてもらえない？ですね、創世の時代、イールン神殿は創世神たちがこっそりと愛を語り合う場所だったという伝説があって、それで神殿の立っていた丘で男女が夕日を眺めながら愛。へえ、そんなロマンチックな言い伝えがあるのね。愛が成就するよう祈る場所。楽しく。おいおい、観光じゃないぞ。わかってますね。えティーゼさん、後でもっと詳しく教えてもらえる？はい、構いませんよ。ユージを、キリトが戻ってきたのですね。うん、さっきね。でもすぐに
アスナとイールン神殿跡へ行くらしいよ。二人で恋人の丘へ。じゃあキリト君、私部屋に戻って旅の準備をするから、対策本部の天幕の前に集合でいい？わかった。キリト、アスナと一緒にイールン神殿跡へ行くのですね。ああ、そうだけど。このような状況で、なぜことを急ぐのですか？今行かなくても良いのでは？待て、何か勘違いしてるようだが、イールン神殿跡で男女が妙な人影を見るというから遊びじゃないぞ。任務ですか？いや、しかし任務とはいえ、アスナと二人きりで恋人の丘へ行くなど、大体そのような任務であれば私が同行しても問題ないはず。それはそうだけど、アリスには他の任務があるだろ。確かにそうでした。一体どう。おい、ちょっと。Sorry, Chad, as I do with most DLCs, I'm a slow reader, so this might take longer than usual, but you can always skip ahead if I'm taking too long. 僕の口からは言えないな。 And I'm not going to read the stuff out loud. You guys can read along as well. You should have plenty of time with how slow I read. 女心に疎いよね。Thanks for watching. Wherever I'm gonna have this uploaded on my YouTube channel as soon as I complete the DLC. So if you miss any part of the stream, just check it out over there. と結構かかるな。なかなかな距離ね。まあキリト君と一緒だし楽しんでいきましょう。さあ出発進行。進路は南。
Warm me a green belt? Oh yeah, it's in the south. Doesn't say where I have to go. Well, it's the first place, so... ねえ、キリト君、イールン神殿跡まであとどれくらいかかるの？気が早いな。まだ南帝国領に入ったばっかりだぞ。そうだよね、着くのが待ちきれなくて。恋人の丘ってそんなに楽しいところなのか？ティーゼさんの話だと恋人の丘自体も綺麗な場所らしいけど、近くに観光客向けの可愛いお店がいっぱいあるらしいの。あと、へえ、ちょっとしたアミューズメントパークみたいだな。でね、その森は横島な心を持った者は迷ってしまうらしくて大変。キリト君と一緒じゃ抜け出せないかも。それどういう意味だよ。冗談。やれやれ、任務だってこと忘れてるんじゃないか。もちろん調査は真面目にやるよ。でも先は長いんだし、最初から緊張しっぱなしじゃ肝心な時に疲れて集中できないでしょ。まあ一理あるな。それにね、こうやってキリト君と二人きりで旅行するのなんて久しぶりだし、ちょっとぐらいはしゃいでもいいでしょ。アスナにはいろいろと心配かけてばっかりだったからな。よし、任務には真剣に取り組むとして、それ以外は二そうこなくっちゃ。 Wonder if this is gonna be like all the other free DLCs. A little bit of dialogue, maybe like a fight or two, and then like the raid boss or whatever. It's level 90, so.Not too bad. Since I bumped up to, I'm at 101 now. Thanks to the big paid DLC putting me up there by default. Or no, they didn't put me up there, but they increased XP gains when the first paid DLC dropped. So I could easily jump from 70 to 100 just by playing the game. But now it's slowed back down to like where I was back at level 50 through 70.Let's see if I can just fast travel to where I have to go. Yep. Fast travel. Still got the best fastest fast traveling in any video game. で売ってる炭焼肉のパイ包みもすげえうまそう。ねえ、ちょっとお店を巡ってみましょうよ。人影についての情報収集が先だろ。お店を見つつ情報収集すれば効率的でしょ。わかったよ。じゃあそれで行くか。
ここのお二人さん、イールン名物の揚げ鶏だ。美味しいよ。イールン芋の粉で作ったプルプルの粒を冷やしたアマ茶に入れたものです。他の場所では飲めませんよ。ぜひ味わっていってください。名物恋人とはいかが。甘酸っぱい恋の味、恋人の丘で育った香草が入っていますから、食べればきっと素敵なことが起きますよ。お土産にもおすすめです。いらっしゃい。妙な噂が立ってお客さんが減ったので、あまり在庫がないけど見ていってくださいな。どうも。どうも。I really hope there's more to this than just ask some people and then go fight it. Koi no omikuji wa dou desu ka? Futari no kongou uranaimasu yo. Suteki na o futari san, kinen ni issho ni naranda nigaoe wa dou kana?最近はお客さんが少なくてね。おやす。店頭の土産物すべて半額です。さあ買ったか。So they created a Valentine's Day in the underworld too. どうも。You're about 4 days late, but. どうも。どうも。お。Pretty close for a game that takes forever to do their DLCs.店はやってないんだ。変な噂のせいでお客が減っちまってね。あんたら観光かい？最近はここへ来る恋人たちが減っちゃってね。いや、ただの噂だよ。実際に魔物に襲われたなんて話は聞いたことがないもの。最近何人も行方不明になったって聞くけどさ、本当なのか怪しいよ。Where's the action? We get it, everyone's disappeared. Let's go save them now. So, いえば知り合いも大きな人影を見たって言っていたけど、本当なのかな？噂？みんな騒ぎすぎさ。魔物の影を見たという者もいるが、そんなのは。Are we really just running back and forth? Come on. どうも。Now we go over here this time.Kind of underwhelming. At least with like the other DLCs, they went somewhere. It just seems like we're going back and forth here. 悪いことは言わないから、恋人の会は行かない方がいい。最近あの近くで何人も行方不明になっているんだ。きっと何かのたたりだよ。Another warning. Who saw that one come in?噂はあるみたいだけど、肝心の中身は誰も知らないな。お客さん減ってるって言ってたし、問題っぽいのにね。収穫はなし。神殿に向かうか。私はキリト君とあちこち回れて楽しかったよ。
every game has the has select as the map button except for this one. Why is this gotta be different? Oh, we're about to unlock a new area. Right, is that what this is? No, we turned around. Dang it. Where are we going? Oh, here. Okay. Let's fast travel a little closer. I couldn't see the symbol. I wish you could, like, change the... If you could hide all the things. All the icons except, like, the main mission one on the map. That'd be helpful. Maybe you can. I just haven't figured it out. I haven't needed to yet. Here. Wait, don't I have a challenge? I could. Nah. We're here to do the DLC, not my daily challenge stuff. I'm sure the boss at the end of this DLC will count anyway. Eirun Shinden Ato e iku ni wa kono mori o toru no ka? Tize-san no hanashi da to, koko mo Madoromi no furu mori tte yobarete ninki no spotto rashii kedo. 暗くて不気味な感じね。ちょっと怖いかも。どっちにしろ他に道はないんだ。進もう。あ、キリト君、待って。冷たいもの。ああ、ほら、上か。なんだ、突然だったからびっくりしちゃった。しっかりしてくれよ。そんなこと言われても。なんだかお化け屋敷みたい。なんだ、ただの岩か。びっくりした。閃光のアスナを襲うお化けの方に同情するよ。もうお化けだけは本当苦手なの。ちょっとキリト君、先に行かないで。Like, how much longer and how much more would it cost if they actually took the time to make some actual cutscenes instead of just moving still images with words? I would gladly wait longer for content if they did that. I just hope they improve in the next game, honestly. Because I don't think they're getting any better in this one.暗いだけで危険はないみたいだし、大丈夫だって。そう、頭では分かっているんだけど、足が前へ進まないの。しょうがないな。ほら、俺の手を握って。ありがとう。では、参りましょうか、アスナお嬢様。もう、バカにして。We couldn't even go to the cave part of this map. We're just walking through some mud and swamp.
やく森の出口が見えてきたぞ。はあ、よかった。まあ、しかし、なんでこんな森が人気なんだろう。それは、カップルにお化け屋敷が人気なのと同じ理由。どういうと？ほら、二人の距離が縮まるというか、気兼ねなく甘えられるじゃない？ああ、なるほど。Hill a part of. Oh, new area. What a weird place to put it. It does make sense though, you don't really use much of this side of the map. Like, I was so confused in the story when this was a dead end. They had nothing more here. Now they do. New area, what does it look like? Temple ruins. The wrong map button again. Let's get a few chests, and yeah, not gonna worry about those, they just give you worthless items anyway. It's strange, I can't just go straight. Oh no, because it. Okay, that seems pointless. But okay. That extra save point wasn't really necessary, but I'll take it. So they put seven. Who is seven in Rain? I mean, those are the new characters, it seems like, but I have no idea who they are. ここがイールン神殿跡、恋人の丘か。うわぁ、なんて綺麗な景色。ああ、天界の風景って感じだな。神々が恋を語り合った場所という伝説が生まれてもおかしくないよ。こんな綺麗な場所であんな噂が立つなんて、何か原因になったものがあるのかしら。そうだな、ちょっと周辺を調べてみようぜ。結構調べたけど、別に怪しいものは何も見当たらないな。やっぱりただの噂なんだろうか。何かの自然現象ということはないかな。なくはないだろうけど、実際にその巨大な人影を見ないことには判断がつかないな。そうね、もう少し周囲が暗くなるまで様子を見ましょうよ。そうするか。けどそれまでぼんやりと待つのも退屈だな。じゃあ今のところ危険はないみたいだし、ご飯にしない？え、食べ物なんて持ってきてないぜ。大丈夫、ミルリアの町で2人分買っておいたから。おお、いつの間に。じゃーん、キリト君が食べたがっていた炭焼き肉のパイ包みでーす。そこのベンチに座って食べましょう。さす
すがアスナ、気が利くな。じゃ、遠慮なく。ゴーラ、そんなに慌てないで。うん、おいしい。この景色も味にプラスされてるね。だな。ああ、こんなのんびりした気分は久し。キルト君、このところいっぱい活躍してたもんね。活躍というか、必死にジタバタしていただけだけどな。どうぞ、膝枕してあげる。いや、さすがにそれは。ほら、照れてないで。じゃあ。ごめんね、キリト君が大変な時に手助けしてあげられなくて。気にしないでくれ。どんなに離れていてもアスナとの絆があるから俺は頑張れる。キリト君。キリト君、眠っちゃった？このままずっと二人だけでいられたらいいのに。Like, they could even do stuff like that more often instead of that, like the in-game talking moving picture crap. いきなり大きな人影がそこに現れて。何の痕跡もない。本当に見たのか？信じて。確かにその場所に大きな黒い人影が現れたの。もしかしたら姿を消せる魔獣の可能性もあるな。キリト君、私なんだか嫌な予感がするわ。暗くなる前にウィルリアの町まで戻りましょう。ああ、俺も妙な胸騒ぎがするよ。一旦ここを離れよう。Even already?街に誰もいないぞ。お店も開いたままだし、まさかあの大きな人影に襲われたんじゃ。それなら争った跡や逃げた跡が残っているはずだけど。Now we're getting somewhere in the story. It's not back and forth anymore. Stuff's happening.
にも人が誰もいない。I wonder if we're in an alternate timeline or like a I want to say dimension because like it's already a made up world. What would it be called? そんなバカな。きっとみんなどっかにいるはずだ。It's not a different instance either, because, like, it's not. I mean, I'm playing a game, but the world they're in is not a game. Beast in the City. Oh no. I'm just gonna call it a different dimension, and this is probably where everybody. 41s? Come on now. You could do a little better than that. Takes two stabs and they're dead. Stab, stab. I don't even need to lock onto them, they just... Maybe I do, because then the character kind of goes dumb if you don't. Well, that's six, where's the rest of them? Or seven. Did I skip some? Do we meet some of the new characters during this? Because it's not like the original. Ah, there they are. There's the little icon. They're by Riona's place. Wait for the number to catch up. Okay. Next. キリト君、整合騎士さんや他のみんなはなんで来ないの？普通ならすぐに誰かが駆けつけるはずだよな。まさかみんなも。急ごう。リアルワールドから来たみんなも聖護騎士たちもみんな消えてしまった。一体アンダーワールドで何が起こってるんだ。キリト君、思い出したんだけれど、もしかしたら。何だって。私、恋人の丘でこのままずっと二人だけでいられたらいいのにってつぶやいちゃったの。そのすぐ後に大きな人影が現れて、何時の願いを叶えようって言っていたように聞こえたわ。アスナの願いを聞いて、俺たち以外の人間を消してしまったと。That makes more sense than what I was thinking. そうとしか。そんなバカな。一人や二人ならともかく、王都の住民全部。ましてや、システム的に高位なカーディナルまで消してしまえる存在が。アンダーワールドにいるなんて考えられない。じゃあこの状況をどう説明するの。俺たち以外の人間を見なくなったのは、確かにこの状況に人影が関わっている可能性はあるかもしれない。よし、明日もう一度イールン神殿や。Thank you.
怪しいところがないか調べるしかない。Do we fight things now? No. Yes. Asa. Someone else here? I figure we just fight the boss and fix everything. Maybe something else is thrown in the mix. Good thing these enemies don't aggro to me. I don't have to kill them. Maybe they're all but other mobile game characters. I have not played the game they are in, so they'll be new to me. Yappari doko ni mo deiriguchi ya shikake no tagui wa miyatarai. Hitokage wa ittai doko kara arawareta nda? Moshikashitara ano toki mitai ni watashi ga negae ba. So da na. Tameshite mite kure.お願い。何者か知らないけど、姿を現して。お願い。どうかもう一度、その姿を。なんだこいつは。天使。そんな存在がアンダーワールドに。何時。願いを語れ。私の願いは、前の願いを取り消して、みんなを元へ戻して。ひとたび応じた願い、取り消すことは叶わぬ。そんな、じゃあどうすればみんなを元に戻せるかを教えて。我が存在する限り、成就された願いは守る。どうしても受け入れられないんだよな。願いは絶対なるもの。抗う者には容赦はせん。あんた、天使のくせに俺たちへの敵意を感じるぜ。そうか。その沈黙はつまり、みんなを取り戻したきゃ、なら遠慮なく行くぜ。俺の攻撃がすり抜けてしまう。こいつ実体のない虚像なのか。いや、実体があるのか。だったらまたすり抜けた。You just tried that, dummy. 一体どうなってるんだ。キリト君、二人で一緒に攻撃しましょう。攻撃がすべてすり抜けてしまい、まるで霞を切っているみたいだ。そうか、もしかしてキリト君、こいつの秘密が分かったわ。こいつは What made that hit so different? Wait. アサ、そんな She's gone. アスナが、アス、Where did she go?
there. Huh? Oh, I might be on the wrong side of the wall here. Let's climb back up. No, I can't go that way. Oh, there's a jump down over here. Gotcha. Pointless maze, but okay. Oh, chest here. Oh, I should have done this. I guess I gotta fight it solo. My time, the chest isn't even worth it. I am out of range, thank you. Alright, good. Kusso! Nani mo mitsukaranai! Oto ni mou ichido itte miru ka. What's that gonna do? の手がかりも消えたみんなの手がかりも何一つ見つけられない。そうだ、召喚結晶。もしみんながこの世界のどっかにいるのなら必ずここへ召喚できるはずだ。誰も召喚されない。まさか。いや、絶対にそんなことはないさ。明日もう一度恋人の丘へ行ってみよう。あの時アスナは天使への攻撃方法、なんとか天使を呼び出して俺もその方法を見つけ出すしかない。Doesn't he just have to make the same wish and have her reappear? Then slash her down?して俺の願いで、あの天使が現れるだろうか。いや、迷うな。呼べると信じるんだ。天使よ、俺の願いを叶えろ。I don't see why he had to wait a whole day for that, but here we are. 願いを語れ。俺の願いは。アスナとみんなを取り戻すことだ。その願いには応じられぬ。じゃあ俺と戦え。わかった。何時の願い。行くぞ。Can I actually hit her?
secret arts don't work. What's the point of this? Oh, okay. Just gotta dodge for a limited time. I like the custom music they got for this game, but I wish they just they put some actual SAO music, get the licensing in here. I'm 10 levels above you, you can't hit me. Got a challenge done. Ore wa kanarazu Asuna wo torimodasu. Kirito-kun. Oh, she's back. Nice. Asuna. Ima yo. Ittan oka kara hanaremashou. No, we need to slay her. How'd she get back, though? Asuna, 無事でよかった。でも、一体…説明は後。天使が回復する前にやっつけないと。召喚結晶を使ってみんなを呼びましょう。ダメだ。召喚結晶は使えなかったんだ。大丈夫。今なら使えるわ。私…わかった。準備するから少し待ってくれ。さ、行くよ。下がるね。I just wanna cash in that challenge I got done. I really don't wanna fish.
準備できたぞ。アスナ大丈夫か？大丈夫だよ、キリト君。わかった。召喚結晶解放。集え、歴戦のシステムコール。I really gotta switch my team around for this. Do I just have to reassign? Why will it not let me? Okay. Who do I throw in here? That's the healing team. Nope, Selka's the main. Oh, this is a healer character. Okay, Leafa's attacker. I got Silica up there. Does the crystal work now, but not before? Whatever, I guess. I guess this restores the world when we slay her now. Anime, it just makes sense. Or it doesn't make sense, it just works. Just go with it. I don't understand why, though, since we brought everyone back, that I can't make a full raid team here. But it'll be an easy fight anyway. Is that all that's in this DLC? Probably, but we can always hope for more. Probably get a new outfit for Asuna, and that'll be it. Asuna, 教えてくれ。一体どうやってここに？違うわ。逆なのよ。逆って？キリト君が元の世界へ戻ってきたの。うん？キリト？聞こえるか？キリトよ。カーディナル！帰ってきたんだな。なあ、これは一体どういうこと？オートには今も誰もいないのか？慌てるでない。これから説明してやろう。あの神獣はアスナやワシラをアンダーワールドから消していたのではなく、キリト、お前だけを別の世界へ隔離していたのじゃ。俺だけを別の世界に？おそらくお主がいたあの世界は本当のアンダーワールドを稼働させる前に作られたテストかメンテナンス用の裏フィールドみたいなものじゃろう。建物の状態も今のアンダーワールドに合わせて更新され続けておるのじゃ。お主たちが戦っている最中にあの神獣に転移させられたんじゃ。アスナからの報告を聞いてなんとかお主をこちらの世界へ戻そうと思ったのじゃが、神獣のいる
裏フィールド側から神獣の能力を封じてくれねば。そうか、神獣の宝石、あれがその能力を担っていたんだ。でもカーディナルさん、あの神獣なんで私の望みにだけ反応したんでしょう。推測じゃが、人の望みを叶えるという性質、あまりにその能力が強力すぎてラースの者たちによって裏フィールドへ封印されておった。それが時を経るうち次第に封印が弱まってしまい、そこにアンダーワールド人とは比較にならぬ強い真意を持ったアスナの願いを受けて権限してしまったというところじゃろうな。なるほど。しかしわしもこんな場所にあのような神獣が封印されておるとは思いもよらなかった。今回は二人に苦労をかけてすまなかったの。カーディナルのせいじゃないさ。俺も久しぶりにアスナと一緒にいえ、これはカーディナルさんのせいです。あ、無事だったからよかったけれど、一歩間違えればキリト君は永遠に裏フィールドに閉じ込められていたかもしれないんですよ。 Good point。 おい、そんなこと言わなくても。キリト君は黙っていて。だからカーディナルさん、今回の責任を取っていただけますか。どうすればいいのじゃ。そうですね、あの神獣にキリト君と二人だけの時間を台無し。任務ではなく、もう一度ゆっくりと二人で旅行する許可をください。 Well played, Asuna。 なるほど、確かに。Well played。 今回のお主らの働きを考えればその程度の褒美は。よろしい、何時の望みかな。ありがとうございます。さあキリト君、もう少しアンダーワールド観光を続けましょう。まいったな。よし、じゃあ次任せて。ディーゼさんに聞いた話だとね。 To be continued。 Yep, that was it。 Classic SAO DLC。 後日、つかの間の休息から戻った俺たちに。旅行は楽しめたか。はい。Oh, good. We skipped the trip。 カーディナルさんのおかげで十分にキリト君とこの世界を旅できました。あれは旅というか、何か言ったかな、キリト君。何でもありません、アスナ様。結果はどうあれ、たまにはこういうのも良いじゃろって。二人を呼び出したのは他でもない、神獣のリソースが見つかってな。これは神獣の羽と宝石のかけらか。うむ、神器を作るにはカーディナル、アスナで頼め。即決じゃな。え、いいの？ありがとう、キリト君。では早速始めるぞ。I wonder if it would be a full set since they just introduced those, or just the weapon.Because I'm pretty sure he gave her a good rapier. Oh, you got the outfit too. The whole angel thing. This is my jinki. And the clothes. Ah, it's great. I'm sorry. By the way, I want to ask the Cardinal.なぜアスナだけ裏フィールドからも。マシにもよくわからんが、自身の弱点に気づいたアスナを自己防衛のために元の場所に戻したのではないか。それだと後で弱点に気がついた俺も元の場所に戻して。よくわからんと言ったであろう。大体いつもそうやって。ねえキリト君。ん、なんだアスナ。私とはぐれちゃった後寂しかった？アスナ、そうだ、
世界からみんなが消えて。なんちゃって。ごめんね、キリト君。心配かけちゃって。アスナ。キリト君。心配した。すごく。ありがとう。キリト君に心配。ああ。俺も心配かけて悪かった。そんなことないよ。私、キリト君はちゃんと戻って。お帰り、キリト君。アスナ。キリト君。ああ、お楽しみのところ悪いが、そろそろ出て行ってくれんかな。用が終わったなら早く出。White wing rapier, heavenly wing armor.